こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は明日から始まるイベント、これに先駆けてですね、新キャラのガチャキャラだね、ガチャキャラの、情報、スキルとかね、性能とかそういったものが、まあ、一部公開されましたので、まあ明日のねガチャが来る、実際に実装される前の直前最速解説ということで、ちょっとねこのガチャ引くべきかどうかお話ししていこうかなと思います。はい、ということで、4月のイベントに関しては全てのキャラが一応地属性で実装されるということになります。でここね、まあ、やっぱこのゲームが始まって初のね地属性イベントっていうことになるんで、手持ち相当薄いよね。今までちゃんと既存のキャラとかも、ね、トレイニーとかね、あと土のねミリムとか、そういった持ってるキャラ方もね当然いらっしゃると思うんですけど、現状でも実際それぐらいしかいないからね、土属性で、まあ、 地属性でまとめに戦えるキャラっていうのはね。なのでここで、まあ、戦闘キャラ、新しい戦闘キャラ、それから新しいカゴキャラの実装っていうところで、まあその性能はともかくね、無条件でも手に入れたいって方も当然いらっしゃるとは思うんですけど、その上で実際のところ性能どうなのと、果たして今の既存のねトレーニーさんだったり、地属性のねミリムより強いのかどうかっていう話なんですが、まあ今回ね、あとまあ4月のね月初のガチャということになるんで、いつも通りカゴキャラ1体、それから戦闘キャラ1体の2人のガチャということになります。でもうすでに、まあ、イラストとしては公開されて、ソウエイについてはおそらく月の、まあ、2週目、まあ、あるいは最後の週あたりに、まあ、ソウエイはまた別で出てくると思うんで、まあ、それも踏まえてですね、今回のベニマルとそれからハクロ引くべきかという話ですね。まず一応戦闘キャラのベニマルから見ていきましょう。一応ね、まあ、ベニマル、これがおそらく、まだここにはね実際出てはいないんですけど、攻撃型なのかステータスのね種別がどういう形になってるかわからないんですけど、おそらく攻撃型だと思う。これはすでに既存のキャラの地属性のねトレイニーさんとかが防御型だから、うん、まあそれはこの間の水属性のガチャとかもそうだったんですけど、既存のキャラがやっぱ防御型だから、そこら辺でやっぱ差別化っていうところで、おそらくこっちは新しいイベントの方は攻撃型になってくるんじゃないかなというところ。それか多分物理攻撃型だよね、物理型だと思う普通に、うん、おそらく。で、実際のベニマルの奥義がねちょっとまだわかんないね、単体奥義なのか全体奥義なのか、これが単体か全体かでもだいぶ評価が変わってくるところだと思うんだけど、おそらくね、本当におそらく多分単体だと思う。うん、これで全体だったらえってなっちゃうと思う、えってなるね、これ多分単体だと思うんですけど、また詳しいところは明日見たいなと思うんですが。で肝心のスキル、ランダムな他のキャラの魔装甲を2枚自分の魔装甲に変換、敵全体の地属性耐性を1ターン 10% ダウン。これレベル1の状態ね、レベル1でコスト35だから、レベル7以降でコストが25になって、でかつおそらく、まあ直接ね数値が上がっていく部分でいうと、このデバフの部分だよね、デバフがおそらく 10% ダウンから20% ダウンまではいくと思う、おそらく。なので、それを考えるとですね、まあ、今回新しいスキル内容ではあるんだよね、まずね。ランダムな他のキャラの魔装甲を2枚自分の魔装甲に変換っていうね。今までだったら技能とか奥義を、まあね、特定の加護に変換とかっていう、そういう形のカテゴリーとしてはそういうカテゴリーだったんだけど、今回は他のキャラの魔装甲、なんか他の顔だよね。他の顔を自分の顔に変換することができると。いうことなんで、これ結構癖強いなっていうところ。まあだからベニマルのベニマルとして確実に消すことはできるんだけど、技能とか奥義とか加護とかそういったものの指定はできない、加護の6コンボとかね、そういったことは難しくなってくるんで、その辺ちょっと使い勝手が変わってくる。でちょっと懸念事項として、これまあその顔が消せないってなると奥義ゲージがたまんないんですよ、ベニマル以外のね、ベニマルに奪われちゃうから、魔装甲も取られちゃうんで、奥義が溜まってこないっていう点だね。だからベニマル以外に例えば奥義打たせたいキャラがいる、だけどこのスキル使っちゃったら打てないなみたいなことに陥るので、その辺の注意が必要になってくる
とこだね。うん、まあそれも実際ちょっと使い勝手の悪さとして出てくる面だと思うので、まあ何とも言えます。今のところだと何とも言えないけど、あともう一つデメリットあるね、このスキルね。一応その二つ目のこの、まあメリットの部分ではこの持続性耐性のねデバフができる。これは他のキャラでは一応今のところ代用が効かないからね。この持続性耐性ダウンは今のところベニマルしか持ってない効果だから、一応他のねバフデバフと共存もできるし、まあ、ここは優秀だと思うんだけど、その代わりあの他のマソコン変換スキルによくあるタイプのスキルポイントアップとかね、ゲージアップとか、一ターン内ではゲージ10アップとするとか、そういった効果ができないので、マソコン変換したからといって特別なんかゲージが溜まりやすいとかね、そういった効果がなくなってしまってるってところなので、まあそうだね、直接やっぱもうベニマルにベニマルの火力を上げるためのスキルみたいな感覚だよね。なんか他のキャラみたいな便利変換枠みたいな感じで入れる感じではないね、少なくともね。うん、そうだそう、他のキャラみたいになんか属性関係なくスキル変換枠として出張させて使うみたいな使い方はできないよね。これ例えば非属性とかでベニマルを、まあ、入れて使うみたいなことをやろうと思っても、自分の顔のマソコに変換しちゃうわけだから、ベニマルが攻撃してもしょうがないでしょって、弱点取れないっていう感じになってしまうので、そこら辺かな。あーでも一応トリッキーな使い方としてはあれだ、ベニマルで変換してベニマルのマソコに変換してから控えのメンバーと交換するっていう手段はあんのか。そういえばトリッキーだけど、そうすればベニマルじゃなくても控えメンバーの特定のキャラのマソコンに染めることはできるのか。なるほどなるほど、そういう使い道はワンチャンあるかもしんないなそういう使い道はワンチャンあるけどね、まあそこまでするかっていう話はあるんだけどね。はい、っていうところと、あとスキルの2つ目に関しては今のところこれがね、あの公開されてません。これ明日以降公開されるということなので、まあ明日待ちましょう。ただこの時点で見るとまあちょっと癖強い感、強めかなっていう感じはありますね。なんとも言えない、もう1個のスキル次第な気がする。これもう1個のスキル内容、これが例えばバフね、攻撃力 30% アップとか、ガゼルみたいなタイプね、会心力がアップすると、会心率か、会心率攻撃力アップ系だったら多分このベニマルめちゃめちゃ強いと思うんですよ。うん、これがもう自分のこのスキル位置がもうベニマルがメインアタッカーじゃないと成立しないような内容になっちゃってるから、例えばね、他の例えばこの後出てくる宗英がベニマルよりも強いメインアタッカー級のキャラだったらこのスキルって成立しないんだよ。それだったら宗英の方に奥義ゲージ貯めたいし、宗英で攻撃したい、奥義打ちたいってなるのに、ベニマルで変換しちゃったら元も子もないから、おそらく 4月に出るキャラの中では一番ベニマルがおそらく強く設定してくるはずなんだよね。なのでスキル2次第だと思う。これがスキル2がまた全然トンチンカンな内容だったら、まあ、多分弱いって感じになっちゃうと思うんだけど、まあそんな感じだね、とりあえずベニマルが。で、もう一方の白露、こちらは過去の導きが、今のところ未定っていうか、あの公開されていませんが、まあこれはそこまでだよね。確実に地属性のバフは入ってるから、地属性の、攻撃力 12% アップは確実に入ってて、おそらく元々の白露を考えると風属性なんじゃないかなと思う。地属性と風属性の攻撃力アップだと思います。うん、でレベル80時点で 12% アップトゥーみたいなことでしょう。まあ、ここはそこまで重要でもないかな。はい、でもう一つカゴスキルね、これが重要で、技能とカゴのマソコン3枚ずつ奥義のマソコンに変換、これめちゃめちゃ優秀だよね。これって要するに技能とカゴが、まあ、3枚以下、どちらか3枚以下だった場合にはもう無条件で全ての手札が奥義に変換されるってことだからね。実質奥義全変換クラス、よっぽどなんか技能のマソコンが4枚とか5枚に偏ってない限りは全ての手札が奥義のマソコンに変わります。ほとんどの確率的にはほとんどの場合だよね。すごい超確率、高確率で、あの全てのマソコン6枚コンボできるんで、これ使い勝手は結構いいと思うんだけど、ただね、2つ目スキルポイント 30% アップ、あごめん 30% じゃない、30アップ、これも効果内容としては結構強いと思うんだよ。まあね、
で、レベル多分マックス40アップぐらいまで行くと思うんだけど、これがね、スキルコストアップじゃないんだよね。コストアップじゃないから。ポイントアップなので、まあ、よくあるね、パターンとして、バフ。最後の、まあ、よく武勇祭でよく使われてる、あれだね、超過ダメージとか出すために、最後のフィニッシュとして、バフとかデバフを盛りに盛りまくるやつ。で、まあ、あれに関してはスキルコスト55系のね、重めの、まあ、バフとか持ったりする都合で、スキルコストアップを確実に1回は使わないと、そういった二重に重ねるとかってことができないんですけど、この白狼の場合だとね、ポイントアップなんで、できないんですよ。そういったことが。なので、それを考えると、今もう、そのコストアップ系で強いキャラを超えることがもう無理なんだよね、実質。これの変換がどんだけ強かろうが、結局、他のキャラでスキルコストアップして、まあ、バフなりデバフなり持って殴った方が、最大ダメージ結局出ちゃうんだよね。で、過去の導きも、言っても 12% アップでしかないんで、ダメージアップとしてはね、12% アップでしかないんで、他のキャラで、例えば、奥義バフなり、会心バフ乗せて、ね、1.6 倍とか、そういった会心率アップとかね、して、まあ、バフ盛りまくった方が、結果的には火力が伸びちゃうので。って考えると、微妙だよね。別に、だから要は白狼じゃなくてもよくねってなっちゃう。この場合だと。なんだよね。これがコストアップだったら相当強かったと思う。これは。今現状のエレメンタルコロッサスか。地属性の加護で言うとね。エレメンタルコロッサスよりは圧倒的に強そうだなってなったけど、これだと正直、まあ、エレメンタルコロッサスガードと反撃か。高確率反撃だったと思うけど、エレメンタルコロッサスよりは、アタッカー向きだけどね。アタッカー向きだとは思うけどって感じだね。なので、まとめいきたいと思います。このガチャ引くべきかどうか。とりあえず今の段階だと、まあ、白狼もうほぼ性能出ちゃってるけど、白狼が思ったより微妙かも。他のキャラね、コストアップ系のキャラ持ってる方であれば、わざわざ白狼を取りに行く必要もないんじゃないかなって思っちゃう。うん、間に合う、別に。必須じゃないと思う、別にこの辺は。変換は強いと思うけど。うん。と、それと、まあ、戦闘キャラ、アタッカーであるところの、ベニマルに関しては、もう一つのスキル次第かなっていう感じはあるよね。スキル1が、本当にベニマルのために作られたような、作られてる感じの作りになっているので、まあ、多分単体奥義だと思うんだけど、これで仮にだよ、全体奥義で、さらにスキル2が、トンチンカンだね。例えば、毒の回避率 100% アップとか、そういうのだったら、弱い。めっちゃ弱いと思うので、おとなしく、後半の宗衛とか、もう一体の魔王クラスのね、キャラ待った方がいいと思う。そんな感じです。まあ、なんともって感じだったね。なんか思ったより地属性もっとぶっ壊れとは言わないけど、めちゃめちゃ強いキャラ出てくるのかなって思う。期待した部分あったんだけど、まあ、ちょっとベニマルのこのスキル2次第で、まだ期待はできるんだけどね。これでまた、そのガゼルと同じようなね、攻撃バフ系だったら、ベニマルこれ絶対引くべきだよって話にまた変わってくるかもしれないし、ね、はい。といったところで、とりあえず最速解説としてはこんな感じでしたね。また明日の実際の実装をお楽しみにしましょう。といったところで、今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったという方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。